はいどうも、こんにちは、しょうへいです。今日もすごいなこれ。僕の動画を昔から見てくれてる人ならね、もう見慣れてるかとは、思うんですけど、僕いつもこんな感じで寝癖が本当にすごいです。自分でセットするときはこんなに立たないのに、なんで寝癖だとこんなに立つんだろうね。リプトンのベリー味、美味しいです。はい、ということで、まあ、いつも僕はヘアセット動画をやってるわけなんですけど、まあ、こうやってね、寝癖をさらしけ出すっていうのもね、どうかと思うんですけど、まあ、セット動画配信してる僕が普段どういうセット、いつもどういう風に、自分でセットしてるのか、今日はそのリアルをお届けしていこうと思います。ちょっと最近本当に暑くなったよね。夜はすごい寒いのにさ、朝と昼暑いよね。暑い。あ、喋ってたらだんだん収まってきたな。そうでもないか。ということで、僕が毎日リアルにセットしてるシーンをどうぞ。はい、いつも朝起きるとこんな感じで寝癖ボンバーになっております。まあ、ルーティーンの動画みたいな感じで、まずですね、洗面台へ向かいます。ここでようやく今日の寝癖とご対面です。なんだ俺、いつも通りシャワーで頭を洗い流して、軽くトリートメントだけつけます。動画の提供でいただいたこのバルコームのシャンプーとトリートメントなんですけど、非常に良くてですね、普通に使っております。ちなみにこの動画は何も関係ないので安心してください。仕上がりがすごくいい感じなんですよね。で、しっかりタオルで拭いて、ダメージ毛の方はタッピングするような感じでタオルドライすると、摩擦によるダメージを防ぐことができます。これもいつも通り頭皮のケアの、オイルというか、なんというか生え癖が強いところにプッシュしてよく濡らすようにしてます。なんかね、これやるようになってから調子いいような気がします。はい。で、最後ホホバオイルを首の、襟足根元から、まあ、首ら辺から徐々に前につけてやってます。やっぱね、ホホバオイル、これがね、すごくドライの仕上がりがね、すごい質感良くなります。タングルティーザーでしっかり溶かして、で、最後指で根元のボリュームをこんな感じでふわっと立たせてます。まあ、こんな感じでドライしていくんですが、やっぱりヘアセットってドライが一番大切なので、ここも今回はノーカットでお送りしたいと思います。しっかりね、潰すところは潰して、まずはもみあげのこの浮き癖の強い部分のところから、処理をしてって、そこから全体の生え癖を整えてっていう流れになります。基本的に癖で流れる方向の反対側にこんな感じでガーッと指と、ドライの熱で、生え癖を直していきます。結構僕は正面から見た時、右に流れる癖がかなり強いので、逆側の反対側、左側に流すようにしてます。特に僕は後頭部がぺちゃんこなので、こんな感じでしっかり後ろにボリュームを出します。トップを長めにしてからすごくドライが楽になりましたね。こう立たせて形を整えてっていう作業がなくなったので、非常にですね、ドライ作業が楽です。襟足も浮かないように多く首に沿うようにドライしていきます。
次がセットする前に服を着ないと髪型が崩れてしまうので、まあ衣装選びですね。サロンワークの時とか動画を撮影する時とか休日の時とか、またシーンによって全然選ぶ基準が違うのですが、まあ、なるべく動画連チャンで服が被らないように一応考えてはいます。なのでね、ちょっと今日暑いんですけどパーカーを選んじゃいました。はい、まあ、この日は出かける用事もあったので下とセットで選びました。ここからようやくヘアセットですね。まあ普段は洗面台でやったり、まあ、こっちの部屋でやったりっていうのもあるんですけど、まあ動画で分かりやすく見せるために今回はヘアセットしております。まあ、僕はよく、アイロンを通したら冷やすようにしてくださいって、よく言ってると思うんですが、こんな感じでですね、結構こうなんだろうな、丁寧にゆっくり冷やしてあげるとアイロンの跡がつくようになります。よくワックスつけるとアイロン通した跡がなくなってしまう、消えてしまうっていう報告を受けるのですが、やっぱりこうやってね、しっかり冷ましてあげるのが大切です。あとで細かくやるときにも、そのシーンがよくわかるかと思います。今回やるスタイルは、サーフマッシュですね。僕が前動画でお伝えしたそれに基づいて、僕がいつもどういう感じでね、このアイロンで、波を打ってる作業をしてるか、お見せしていきたいと思います。あまりねこうやってアップで見せることもないので、すごくいい機会かなとは思います。ここもほぼノーカットでやるので、アイロンの尺がかなり長いです。サーフスタイル、まあ波打ちスタイルはアイロン作業がもうほぼ全てと言ってもいいぐらい大切なので、ワックスは本当に軽く揉み込んで散らすだけでできるので、アイロン作業はゆっくり丁寧に、細かくやった方が絶対に楽にセットできます。
こんな感じでですね、指で細かく一本一本しっかり持って冷ましてあげます。これをやるとワックスつけても絶対に跡が消えないです。難毛の僕でも跡が消えないので、絶対皆さんの髪質でも大丈夫かと思います。細かいヘアセット方法に関してはまた違う動画で解説しますので、今回は僕がいつもどうやってるか、本当に長い動画なんですけど、なんかの参考にしていただければと思います。
セルフセットの時にどのワックスとどのワックスが相性がいいか、こんな感じでですね、2つ選んで混ぜて、まあ、自分の髪で検証しております。今回は3番と4番の比率、何が一番いいのかっていうのを、試しました。4をちょっと多めにしたんですけど、正直ねちょっと硬すぎるなっていう感じで、2対1で3をちょっと多めにしてあげた方が、まあ、こういうラフなスタイルはちょうどいいかなって感じました。しっかり手のひらでこすったら、もうあとは散らして下ろすだけです。もうめちゃめちゃ簡単なんですよ、このサーフマッシュというか波打ちマッシュというか。ぜひねこれできるようになって皆さんにも体感していただきたいですね。ラフなスタイルなのであまり整えすぎないのがポイントですね。はい、もうこんな感じで、完成です。ほぼカットはしてないんですが、本当にこんな感じで簡単にできちゃうんです。なかなか閉まらない。最後軽くトリエを振って完成です。はい、ということで僕の毎日のヘアセットはこんな感じで、紫髪、まあ、動画ではシルバーに見えるかな、紫髪の完成でございます。いかがだったでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。